あれ、ケーキがあるじゃない、ラッキー。その日、配管工事の立ち会いで仕事を抜け出してきた私は、冷蔵庫に食べかけのショートケーキを見つけた。いつもは甘いものを我慢してるからとっても美味しいわ。工事はしばらくかかるらしく、何の考えもなしにケーキを食べていた私だけど、この私の行為で後にあんなことになるなんて、この時は思ってもみなかった。よー、ママ。その時、ちょうど息子の朝日が帰ってきた。あら、お帰りなさい、朝日。ママ、なんで僕のケーキ食べてるのさ。僕の？そう、冷蔵庫に入っていたショートケーキは息子のものだったのだ。今日帰ってきてから食べるって言ったじゃないか。私は完全に忘れていた。朝日はショートケーキが大好物だった。これくらいまた買ってきてあげるわよ。そういう問題じゃないよ。ごめんなさい。でももういい。朝日はやけに怒り出して、ママのバカ。朝日。突然走って家を飛び出していってしまった。朝日、悪かったわ、朝日。その後、近所を探し回ったけれど、朝日はどこにもいなかった。一体どうしたのよ。私は新しいケーキを買って家で待つことにしたけど、門限を過ぎても朝日は帰ってこなかった。警察に連絡した方がいいかしら。こんなことは初めてだったから、私はひどく動揺した。3年前に主人が他界してから、私たち親子は支え合って仲睦まじく暮らしてきたはずだ。生活のために私は昼も夜も働きに出る生活を送っていたけど、幸いにも息子は素直でいい子に育ってくれた。朝日は学校での成績も優秀で、何かと息子には助けられてきたのだ。だけどケーキ一つであんなに怒るなんて。私は息子が帰ってきたのだと思い、急いでインターホンを確認した。するとそこには、よかった、帰ってきたのね、朝日の姿があった。だけど朝日は友達を連れてきているようだった。僕を怒らせたらどうなるか、ママに教えてあげるよ。朝日。何やら朝日の様子が少し変で、何言ってるの。早く開けてよ、ママ。見ると全員が手に物騒なものを持っていた。怖いわよ。その手に持ってるものを置いてちょうだい。だけど、朝日は家の鍵を持っていたのだ。そして次の瞬間、突入だ。朝日を先頭に子供たちが家に入ってきた。何よあなたたち。そして私を見つけると、捕まえろ。やめなさい。朝日、何をしているのよ。子供たちは数人がかりで私を縛り上げた。僕を怒らせたこと後悔させてあげる。朝日。そして花瓶やテレビ、窓ガラスに電子レンジ、子供たちは家中のありとあらゆるものを壊して回った。やめて、やめてちょうだい。いいぞ、やれ、もっとやれ。ケーキを食べられて怒ってるのね。悪かったわ、朝日。謝るから、ママを許してちょうだい。それにほら、ママ新しいケーキを買っておいたの。そこよ、テーブルの上。ママ、もう遅いよ。やってしまったことは、なかったことにはできないんだ。ママは罪を償わなきゃならない。朝日は許してくれる気はないようだった。朝日。その時、その通りだぜ、朝日。あなたはやあ、おばさん、ご無沙汰。あなたの仕業だったのね。あなたが朝日をそそのかして。なんだよ、おばさん、自分の罪を俺のせいにする気かよ。そう、この子は、おいっす、隣町から引っ越してきた鍋沢です。最近転校してきた
朝日のクラスメイトだった。あの子とは付き合っちゃダメよ。ママ？吉明くんの家はかなり家庭環境が荒んでいるようで、ママ友たちからも悪い噂が絶えなかった。日常的にいたずらや迷惑行為を繰り返し万引きや窃盗も日常茶飯事だけど、それを叱るべき親がいないのだ。吉明くんの親御さんは飲み歩いて終日家を留守にしているらしかった。一度朝日と自転車の二人乗りをしているところを目撃したこともある。こら、何やってるのよ、危ないでしょ。朝日にはそういう不良生徒に免疫がないから、素直に受け入れてしまうのだ。あの時もっとちゃんと強く言っていればこんなことには。そしてそれから小一時間、子供たちは私の家で好き放題暴れた。やめて、それは主人の家よ。家中めちゃくちゃだった。よし、家の中はこれくらいでいいよ。そうだな、次は張本人にお仕置きと行こうぜ、相棒。え、な、何よ。だけどその時、警察が到着したようだった。助かった。どうやら騒ぎを不審に思った近所の人が通報してくれたようだ。君たちは包囲されている、今すぐ武装蜂起して投降しなさい。ほら、あなたたち、このままじゃ警察に逮捕されちゃうわよ。この縄をほどきなさい。こんなに大ごとになるなんて夢にも思っていなかった。だけどやっと解放されるわ、そう思ったのだけど俺たちには少年法ってのがあんだよ。あなたたち。息子たちは私を解放してくれる気はないようだった。しかし立てこもり犯が小学生とは、母親を人質に取っているようだ。このままでは母親の身に危険が。だが要求がわからん以上どうすることも。突入だ。え、相手は子供だ、力ずくで鎮圧する。どうやら警察は早期決着を図るために特殊部隊2名の突入に踏み切ったようだ。フラッシュ版投擲、突入。しかし、これは相手が小学生だからと油断してしまったようだ。なあ、言った通りだろ。警察はダメだった、自力で脱出するしかないよね。私はこれまで息子たちに気づかれないように体をよじりながら縄を緩めていたのだ。所詮は小学生、結びが甘いわ。おっと、そいつはいけねえな、おばさんそして吉明くんは、ほら、こいつを使え、朝日。ちょっと、何をするつもりよ。すると朝日はゆっくりと近づいてきて、朝日、目を覚ましなさい、朝日。もう遅いんだよ、ママ。ケーキを食べてしまっただけじゃない、ただケーキを食べてしまっただけじゃない、それっぽっちのことで。昨日が何の日だったか覚えてる？昨日？朝日の誕生日。どうせ忘れてたんでしょ。そう、昨日は朝日の誕生日だった。私は仕事が立て込んでいて、すっかり忘れていたのだ。授業参観も運動会もママは来てくれなかった。仕事って、パパがいなくなってからママは僕のことまで忘れちゃったんだ。朝日、ショートケーキは引き金に過ぎなかった。仕事で忙しかったとはいえ、私のだらしなさがこれまでストレスとなって朝日の心に積もり積もっていた。ごめんなさい、そんなつもりはなかったの。私はただ生活するのに必死で。うるさい。そして次の瞬間、いやー、すみません、結構手こずってしまいました。え、部屋中の時が止まった。ん、これはどういう。そうだ、私配管工事をお願いしていたんだったわ。床下の配管工事をお願いしていた便利屋のアントンさんが出てきたのだ。助けてください、アントンさん。そして子供たちの凶行は
アントンさんによって制圧された。ごめんなさい、僕、ママは僕のために、ママは僕のために忙しく働いてくれていたのに。アサヒ、私もごめんなさい。これじゃあ母親失格ね。だけどね、これからは何かあればちゃんと話してちょうだい。話し合いで解決できることの方が多いんだから。はい。息子は正気に戻ったようだ。涙を流して反省した。それからあなた、君の家庭環境がどんなに悲惨でいるか知らないけどね、朝日を巻き込むのはやめてちょうだい。ごめんなさい。聞けば親がろくでなしなばかりに大人に憎しみを抱いていた吉明君は、子供をないがしろにする親を苦しめようと朝日をそそのかしたようだ。あなたたちもよ、道を外しそうになったら正してあげるのが友達でしょうが、親御さんにこってり絞ってもらうからね。それが終わったら今度は普通に遊びに来なさい。今回の件は私が何とかお願いをした結果、警察は厳重注意だけで済ませてくれた。ちょっと過ぎちゃったけど、誕生日おめでとう、朝日。ありがとう、ママ。おめでとう。私は吉明くんの家庭事情を児童相談所に報告した。それからは様子を見るために定期的に家に招くことにしている。そしてこれからは何があっても息子に寂しい思いをさせない。私は心にそう誓ったのだった。